フランソワ・ブワシ・デ・ソバージュ・デ・ラクロ。フランソワ・ボワシエ・ド・ソバージュ・ド・ラクロワは、フランスの医師、植物学者である。ガール県のアレスの出身である。モンペリエ大学で、ピエール・ボートを学んだ。パリに数年間過ごした後、1734年に、モンペリエに戻り生理学と病理学の教授となった。フランソワ・アイム・シー・イッコイノの没後、植物学の教授となった。 モンペリエ植物園の改良を行い、最初の温室も設置した。カールフォン・リンネの友人で、モンペリエの標本をリンネに送り、リンネは、ソバージュの名を、ソバジズワに、種の名前につけた。1748年に、スウェーデン王立科学アカデミーに選ばれ、翌年、王立協会の会員に選ばれた。医学の分野では、系統的な疾病の分類を行った。 トーマス・シデナムの仕事をもとに植物学の分類手法を用いて2400の疾病を10のとが295族に分類した。この成果は1763年に著書疾病分類法で発表され、精神療法の研究者フィリップ・ピネルラに影響を与えた。ソバージュは植物の学名で命名者を示す場合に、 フランスはボアシエド・ソバージュ・ド・ラクロワを示すのに使われる。デラ・ナツーラー、イーコーザ・デララビア、1777。ありがとうございます。